はい。今回の動画は Windows 11のエクスプローラーで複数のファイル名を素早く変更していくちょっとしたね小技をご紹介します。で Windows 11で、まあ、こういった形で、ね、このエクスプローラーを開いてですね、この複数のファイル名があって、このファイル名ですね、今こちらはね、まあ、5つありますけども、まあ、例えばねこの5つのファイル名をですねこう次々とですね変更していきたいといったときに、それをね素早くですね行うですねちょっとしたね小技があります。 それでは早速やってみたいと思うんですけれどもまずはですねそのファイル名をね変更したいね一番先頭にあるねファイルを選択をしてもらってファンクションキーの2番のキーですね F2 キーを押します、はい、そうするとこういった形でですねこのファイル名が変更できるですね編集状態になりますんで、まあ、このままですね、まあ、ファイル名を入力をしてまあ、じゃあ例えば今回はテスト1という形にしてでファイル名をですね入力をしたらですねここでエンターキーを押してですね確定をするんではなくてタブキーを押してください はい、そうすると見てもらってわかるようにですね、今ね、ファイル名を入力をしたですね、この一番左側のテスト1というファイル名が確定されて、まあ、次の2番目のですね、ファイル名が編集できる状態になってますんで、まあ、このまま、まあ、例えばテスト2という形で入力をして。 で、また続けてタブキーを押して、まあ、テスト3みたいな形ですね。で、タブキーを押してという形で、この連続したですね、ファイル名をですね、次々に変更していきたいといった場合はですね、一個一個エンターキーでですね、ファイル名を確定するんではなくて、一番最初のファイル名を変更するときだけですね、F2 キーを押して、その後はですね、このタブキーを押していくことによって、まあ、次のファイル、次のファイルという形で、ファイル名が編集できるようになりますんで。 まあちょっとしたね小技ではありますけども、こういった形で複数のファイル名をねちょっと変更していきたいなといった場合はですね、使ってもらうと作業の効率が上がると思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。